48 18期研究生です。イエーイ。どうぞ。はい、夢の中でもみんなのアイドル、夢でも一緒だよ。埼玉県出身、高校3年生、17歳、ゆめみんこと佐古ゆめみです。よろしくお願いします。イエーイ。ゆめみん。はい、みんな元気ないってそんなこと言うな。私があなたの光になります。最強スマイル、千葉県出身、18歳、秋山優奈です。よろしくお願いします。イエーイ。はい、私が質問したらあずきって言ってください。はーい。カスタード派、チョコレート派、やっぱりみんなはあずき。ありがとうございます。東京都出身、18歳、あずこと八木あずきです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ということでここでタイトルコールをしたいと思います。はい、いきますよ。一か八かで全力一発ブーム。イエーイ。はい、この番組は AKB48 18研究生がいろいろな企画に挑戦しながら新たな魅力を伝えていくレギュラー番組となっております。はい、 AKB48 オフィシャルライブチャンネルでアーカイブ配信中です。見逃した人、もう一度見たい方はアーカイブをご覧ください。そしてアーカイブ配信を見ている皆さん、毎週火曜日18時からショールームで生配信しています。さらにこちらにもぜひご参加ください。はい、じゃあショールームの番組方法をゆなが教えてくれます。はい、初めて言ったかも。教えてくれます。はい、ショールームの機能を使ってアイテムを投げたりコメントを書き込んだりすることができます。ポイントが多いほど皆さんのキャラクターが列の前の方に出てくるので、皆さんどんどんアピールしてください。お願いします。お願いします。はい、じゃあコメントを読んでみましょう。はい、あずちゃん元気そうだって。元気だよ。元気やで。元気そうだった。アピっちゃうぞ、だって。アピっちゃうぞ。アピってください。それと皆さん本当に高評価、あ、高評価お願いします。まだの方は一発チャレンジのね、 YouTube のね、前回のアーカイブを高評価お願いします。本当に見てるみんなは絶対してください。お願いします。お願いします。頑張りますので。はい。はい、じゃあ番組スタートしてすぐのランキング読みたいと思います。はい、はい、はい、じゃあいきます。せーの、3位、大野貴文さん、ありがとうございます。せーの、2位、あいあいさん、ありがとうございます。せーの、1位、ナーラブさん、ありがとうございます。イエーイ。番組に参加するには無料のアカウント登録が必要です。登録がまだの皆さんは登録してコメントやアイテムでのご参加お願いします。お願いします。はい、じゃあ拡散してもらいやすいようにここでスクショタイムをしたいと思います。10秒間カメラにアピールしますので、皆さんスクショして拡散お願いします。お願いします。じゃ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 ん。あ、今日の今日は夢見がね、今日は夢見が、猫ちゃん、かわいい、ハートもいっぱいだね。ね、かわいいね。楽しい、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 かわいい、かわいい、かわいい、じゃあ、かわいいね。しようしますか。じゃあ猫ちゃん、今日は猫にしよう。せーの、10 9 8 7 6 5 4 32、1、ベロゾー。はい、じゃあこちらのハッシュタグ一発ルームで拡散お願いします。お願いします。はい、そして今日の一発チャレンジは先週配信した一発ルームの YouTube、 あ、これ言ったね。皆さん本当に高評価お願いします。お願いします。絶対お願いします。はい、そう、あ、夢見以外、うん、夢見はやったんだよね。やったんだね。夢見以外の私たちはまだ挑戦してないから、ね、そう、してないから頑張って、うん、頑張ります。そして2020年初めて、うん、ね、24年、24年、24年初めて戻った、戻った、4年くらい戻ったかも今。あれ、そう。そう、初めてね、うん、アズとユナは出演するので、うん、はい、ちょっとユナから抱負とか言っちゃいたいと思います、うん、教えてください。はい、なんだろう、去年はすごく変化の年で、すごいなんか自分にとって大、うん、なんだろう、大きくなんか変わったよね。変わって、もう本当に楽しいことがあって、
もう素敵な1年だったんですけど、うん、その去年よりももっともっと素敵な1年にしてたくさん思い出作りたいなって思います。いいね、イエーイ、素敵だよもう。はい、じゃあありがとう。私はそうですね、ゆなが言ってくれた通り本当に、ね、18期全員にとってもすごい変化のあった年なので、うん、はい、今年はねそれより本当に常に全身、あの書道でも書いた通り常に全身で精一杯頑張るので皆さん応援お願いします。お願いします。いろいろあったね今日ね、本当になんかありすぎてさ、何から話せばいいかいつも分かんなくなる、ね、分かる、本当になんだろうね、ね、ゆなが結構どこ見たいのすごい、どこ行っちゃうのどっちも見たいの、めっちゃおもろかった今前しか向かねえ、前しか向かねえで頑張っていきましょう。はい、頑張ります。今年もよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあここで最近の出来事を振り返っていきたいと思うんですけど、うん、なんか最近あった、ゆなとか、ゆなとか、ゆな、ゆな、ゆなとか、なんだろう、でも最近はもうやっぱでも最近はやっぱレッスンたくさんあって、あのやっぱり新公演が始まるということで、ね、そのレッスンもあって、あと私はあの本田さんの卒業コンサートにも出させていただくので、うん、そのレッスンもあって本当もうすぐなんですけど、うん、ね、頑張って、ね、頑張ってます。大変だね、スイスイしてくれる頑張ってます、うん、はい、はい、そんな感じですね。あと公演もあったね。そう、昨日だね、昨日だ、18期公演がありました、うん、今年2回目のあれあれあれ、本当にね、ただいま恋愛中も結構みんな落ち着いてできるようになってきたよね、最近、うん、確かに。そうでもなんか楽屋は騒がしくなってる、逆に結構本当にうるさいさがすごいんですけど、まあそこもいいところとして、うん、楽しいです、うん、ね、そしてね、新公演もね、同級生16人決定したので、ね、うん、それもね、もちろんみんな頑張っていますので、はい、お楽しみにです。皆さん見てください、ぜひ初日皆さん、ね、来てください、来てください、あたれあたれすごい、16人公演ね、うんうん、どんな感じになるんだろうね、ね、楽しみ、すごいね、はい、いっぱい話しちゃった、なんかさ、ね、こといっぱい言うから、いっぱい話しちゃった黙っとくわ、ゆみ、黙っとくわそんな黙んないはい、じゃあ、うん、今後のお知らせはまたエンディングでお話します、うん、はい、はい、じゃあここからは今日の企画です。はい、今週も見てくださってる皆さんと一緒に参加する企画になっています。皆さん挑戦、あ、挑戦じゃないね、準備大丈夫ですかイエーイ、オッケー、はい、でも皆さんが挑戦してくださるね、お願いします、皆さんと一緒に、はい、ではタイトルコールをお願いします。はい、クイズ18期の頭の中、頭の中、イエーイ、イエーイ、はい、ボックスに書かれた質問にメンバーが素直に回答して、その回答を皆さんにコメントを当てていただきます。最初に当てた人のお名前を呼ばせていただくので、皆さんたくさんコメントしてください。はい、はい、はい、じゃあ早速やっていきたいと思うんですけど、そうだね、じゃあゆめみから引いちゃえば、ゆめみが、じゃあ引いて、引きなよ、なんでクレクレしてんのよかわいい、はい、え、これまず皆さんに見せちゃいけないので、うん、私たち3人で、そうなのよ、ゆめ隠して隠して、え、ダメだよみんな、あ、はい、みんな見た、おー、オッケーオッケーオッケー、うん、はい、これって問題はしないんだけど、書いてたら見せる、オッケー、難しいね、これ、どうしよう、どうしようかな、難しいよ、え、難しい、どういうことだ、待って、あ、でもそうだよね、そう、見ちゃうよ、難しい、面白いちょっとそっち、そうだね、こっち、いや難しい、このお題が、いやなんかあずっぽいからどっちでもいい気がしてきた、うわー、そっか、なんだろう、まずやだよ、それはちょっとやだから、え、これやだな、自分で、なんだろう、そこ
はい、待って、あ、まあ、うん、これがそうだもん。え、なんでなんで傷？もうちょっと綺麗に描こうかな。もうちょっと綺麗に。っていうのは描いた？描いたよ。まあ大体わかるわ。うん、うん、思い浮かばなかった。だよね。でもさ、そうだよ、ね。そういうこと、普通に単純にそうだよね。そういうことだよね。描くこと。逆に。はい、描けました。描けました。うん。じゃあ伏せて、じゃあお題を。見せちゃいます皆さんに。じゃらんじゃらんじゃらん、自分の性格を一言で表すと、おお、じゃあ皆さんコメントバンバンしてください。バンバンしてください。ここに立てれるかな。おお、めっちゃいいやん。すごいすごいすごい、テロップみたいになってる。天才だ。すごいバンバン。天然。いや違うんだ、あれ、あそこら辺夢見のことだと思って。え、違う違うんだ違うんだ違うよ。夢見はくにくねってさ、くにくねってじゃない。いっぱい今3個連続ぐらい出してる。こんにゃくガールとか。あ、こんにゃくか。こんにゃくガール、ガールガール、こんにゃくガール。ふにゃふにゃとさ、ああああふわふわ。え、どん、でもあずはないないのな人って私は書きましてる、書いてます、書きましてる、書きましてるねえ。ないないな人って書いた後はなんだろう。でもなんかもう、あ、もうお、いっぱいあるよ。あと大輔さん、大輔さん、うん、はい、じゃん、元気いっぱい。あー、珍しいね。確かにね。これです。私はもうこれ以外思い浮かびませんでした。ピンポンくれやる。ピンポンピンポン。すごい飾りが。はい、皆さん、あずまだない。でも簡単だけど、ね、人見知り、人見知り合ってるけど違うか。あ、あず天然だってよ。ねえ、違う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 。シルバニアファミリー。なんで？おお、ポジティブ。あ、でもでもそっち系です。前髪がないって性格ではないな。ポジティブ。あ、性格か。おバカ、おバカ。いや、アス違うよ、これアスじゃないかもしれない。主語なかった、主語なかった。アスじゃない。さっきの、さっきの面白い話多分違う。なんかさっきなんか性格で、性格って何書けばいいのみたいな感じで話してきたら、なんか、なんだっけ、なんて、なんだったっけ、なんおバカそうって性格なのみたいな。あ、そう、おバカそうって性格なのって聞いてきて、もうそれ新しいからいいんじゃない、うん、でもちょっと違う、やっぱ違うなって思って、うん、違ったけど、でもなんかいっぱいいたね、なんかいっぱいいる、なんでだろう。あんまり、もうちょっと、あのね、ポジティブ系、あの、うん、え、ゆめみも、あ、でもゆめみは、あ、ゆめみは確かに、ゆめみは、うん、第一印象だね、ゆめみはって感じ。あ、そうかも。みんなが思う第一印象、うんうんうん、かな。確かにね、大人っぽい。あ、もう最初そう思ってたもんね、ちょっと。うん、確かに。なんだろう。なんかさ、あれ、わかんない。会いそうな人。そうそう、会いそうな人。そうそう、会いそうな人。ゆめみは3文字です。3文字です。漢字3文字。漢字3文字。もう大ヒントだよね。うん、大ヒント。ないないちゃんとか言うよね、それ。ないないちゃんって言うよね、よく。3文字。3文字、漢字3文字。漢字3文字です。だけだね、結構簡単だけどな、うん、何々そうな人だよ。そう、何々そうな人。もう当てて、みんな。もう当てて、もう当てて、もう当てて。そうだ、何々そうな人。ずっと踊ってそうな人。あー、ちょっと違う、結構違う、結構違うかも。あ、あった。あ、何？ニーコさん。お、ニーコさん、はい、楽しそうな人。おー、じゃあさ、一人ずつ言ってこいよ、なんでそう思ったか。なんで、うん、
もうアズはね、なんかね、楽しそうだねってママにもよく言われるから。ママ近くの人にもそう言われるから、やっぱそうなのかなって思って話してました。確かに楽しそうだね。楽しそう。なんだろう、理由か、うん、でもなんかよく私もすごいなんか元気だねとか言われるので、うんうん、これしか思い浮かびませんでした。でさ、漢字一文字かと思ってさ、大きく書いてた。そういうことなの？ふ、うん、になっちゃうけど大丈夫それだと。だからなんか、あと不思議ってよく言われるので、ね、確かに不思議にしてみました。なんか嫌な、もうこの書き方が不思議だもん。わかる、出てるよね、文字から。あ、まあ、それはちょっと、でも初めて、分かった理解した。なんか最初さ、うん、なんかみんなさ、うん、なんか文で書いてるからどうしたのって思ったら違かった。そうなんだ、うん、そう、わざとかと思ってたよ。じゃなくて、皆さん当たってた、ね、うん、最後には答えれたのでありがとうございます、ね、ありがとうございます。ということで、こちら以上です。もう一問やっちゃいます。もう一問やっちゃいましょう。じゃあね、ほら、まず、うん、聞いちゃうよ。聞いてから言わないで。おー、夢、お、誰、ね、うん、確認して大丈夫です。夢見、うん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 、はい、ごめんなさい。はい、 OK です。どうしようかな、どうしようかな。うん、難しくないけどね。カタカナ？カタカナ？カタカナ？いや、もうすぐ書けるわ。2個書いてもいいよね。うん、じゃあ今は2個。もうね、シンプル、もうこの段みんなすぐ出ちゃうよ。みんなすぐ出ちゃう、きっと。3個にしよう。え、3個すごいじゃん、すごいじゃん。はい、じゃあお願いします。はい、右隣の人を褒めてください。はい、はい、夢見がユナで、ユナはアズで、アズは夢見です。はい、じゃあお願いします。お願いします。すぐ出るよ。出る。はい、正解。え、なに、しゅうかちゃん。その、あ、もうちょっと、あ、でも一応しゅうかちゃん、うん、はい、もう、かわいい。かわいい。ガなんだ。どういうことね。かわいいんですよ。いや、でも、待って、ユナも3番は一緒。あ、うん、あとはもう、かわいいしかない。かわいいの？本当にいい夢見って、かわいい。初めて聞いた、かわいい。はい、もう、すぐでした。ありがとうございます。はい。ちょっと見てない、見てなかったけど、ちょっと待って。あ、待って、大野貴文さん優しい。これ2個目。あともう1個。どうしよう、どう、あ、いや、お、しゅうかさん、あ、すごい、しゅうかさんすごいな、すごい、はい、じゃーん、マル1パフォーマンス好き、マル2優しい、マル3かわいい、大好き、わー、やったー、褒め上手だね。かわいい、はい、嬉しい。でもなんか似てるのいっぱいあったね。ね、言い方が違う。あ、でもこれ、ね、これ夢見のせいだけどね。わかる。ダメ。ユナさん、とても夢見のせいでユナがなってることです。そうです。やすいので。ユナ、お願いします。くださいはい、頑張れ頑張れ。はい。誰？そうだね。なんか惜しいのめっちゃ。あ、ね、あ、どう？いいんじゃない？待って。待って、ダメ？え、ダメ、ダメか分からない。え、どうし
しよう。これじゃないの？どう？すごい。いいじゃん。でも音が出てきたじゃない。ああ、え、どう？え、なんと。ちっさん、ツボが浅い。あ、来た。それだ。ゆなは笑いのツボが浅い。はい、浅い。確かに。そう、ね、そこはね。何でも笑ってくれるよ。そうだから。なんかね、雰囲気がめっちゃ良くなるなってめっちゃ思うからすごい好きです。ありがとう。あ、いいね、スムーズだねこれね。みんな分かってますね、さすが。え、褒めてるよこれね。質問が浅いから、うん、ね、嬉しいよね。でも笑ってくるの嬉しいよ。ちょっと笑うもん、ゆな。もう任せて、もううち一生笑い続ける。じゃあラスト、じゃあゆなが引いちゃってください。引きます。じゃあら、じゃあ、行きます。はい。おお、オッケー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 です、どうしよう、ね、迷う。もういっぱいあるけど、ね、なんだろう、どうしようかな。ここは時間のところでここにしましょう。はい、メモかけちゃった。何がいいかな。あずかわいい。え、急に読んで急に。どうしようどうしよう。待って、どうしよう、なんだろうな。何がいい、何がいいかな。できました？うん。オッケー。かわいい。すでに当てていくスタイル。オッケー、いいよ。みんなかわいいねだって。あずもいいよ。目に早い。お願いします。くねくね。いけます。じゃらん。じゃらん。一発ルームで今年やってみたいことは、今日お、はい、でまだ書いてる、書いてる、でも決まってるよね。うん、はい、はい、ということで皆さんどんどんお願いします。学力テストだって。やだやだやだね、学力テストはね。あ、カラオケ大会、やりたい。楽しそう。お泊まり、お泊まり、お泊まりいいね。あ、ロケロケとか、お泊まり会。ロケ前だからね、楽しかったよね。うん、ね、え、カラオケ大会いいの。いいね、普通にしたい。確かにしたいね。変えようかなって。バンジーとか。バンジー、バンジーやりたい。やりたいんだ。あ、はいはいはい、あ、来た。ニーコさん、大食い対決。大食い、わー、いいね。いっぱい食べたい。大食い対決。あ、なんか惜しい、惜しいのあった。私は北海道旅行、いいな。いや、絶対当たんないな、これ。え、当たんないの？難しいな。え、でも、ユナはカタカナ、カタカナ、なんか、なんか、ついちゃってる前に。あ、ついちゃってんな。絞っちゃってる。絞っちゃダメ。シンプルに行こう。書いてほしい。ゲーム大会、コーディネート対決、いいね。なんかそれ書きたくなってきた。え、ね、わかる。やっぱ意思が言ういいな。ね、こみんながめっちゃいいよね。遊園地行きたい。滝行。滝行やだ。滝行やばいね。滝行やだよ。やだよ。だよ。おお、違うね。なんかなんだろう。ね、なんだ。マラソン大会だ。やだ。あ、でももういいかな。うん、いいと思う。じゃあちょっとどなたかを。どなただろう。あ、これじゃない。うん、あ、アイアイさん、はいはい、じゃーん、パーティー第2弾やりたい。ーパーティー、パーティー、ね、うん、確かに。おーちゃんさんとかパーティー、そう、うん、パーティーやりたい。パーティーいいね。パーティーいいね、やりたい。またやりたいなって思ってます。まずはね、ここでやる系じゃない。あ、ね、そう、なんか見せる、なんて言うんだろう、もう、
ね、なんで収録しといて、これは言っちゃっていいんじゃない？あ、何2位なのか、密着、密着って何に密着、何に密着か、うん、そうだね、何々に密着、何々に密着でみんなが見たら、みんなも見たくない？これ多分見たい、何々に、あっ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 、焼きそばさん、あ、はい、公演前に密着、そう、楽屋、楽屋ってことだね、いいね、そう、すごい見せたい、もう本当になんかあれを見せれないのがもったいないぐらい結構本当に元気だから、うんうん、これもう元気だし、なんかなんなら MC より面白いことある、マジでずっと笑ってるぐらい本当に面白いから、うん、そう、いつかね、いいね、うん、いつかこれしたいなって、うんね、楽しそう、楽しいと思う、ね、で、大食いもしたい、え、大食いお願いもするね、はい、お願いしとこう、よし、じゃあこんな感じで、うん、はい、3問やって、じゃあ以上クイズ18期の頭の中でした。はい、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、じゃあ続いてはこのコーナーです。ここからはゆめみんに MC をお任せしたいと思います。はい、任せてください。ではタイトルコールをしたいと思います。一か八か、間違えちゃったタイトルコール、一発チャレンジ、イエーイ。はい、はい、ということでね、このコーナーでは18期メンバーの団結を深めるために毎回テーマを設けて様々なチャレンジをしていきたいと思います。5ポイントをチャレンジするごとにご褒美企画が行われます。現在新しいご褒美に向けて、うん、チャレンジ中です、うんうん、あずきつかみ、つかみとことわざわ役をクリアで、ピンポン玉スローは失敗で現在2ポイント獲得中です。そして今回のチャレンジは新種もちつみチャレンジです。おお、1人制限時間は1分で、1分以内にお餅を積み上げて8人全員合計で80ポイントを積み上げるゲームになっております。ただただただ皆さんの協力なしでは、協力で成功率が上がります。 YouTube の前回放送のアーカイブの動画の高評価によって餅の形がなんと変わります。はい、200以下だと鏡餅、400以下だと丸餅、そして400を超えれば角餅となります。はい、そして500を超えると第動くんですけど、うん、その回転がストップされて1分経過した時、うん、キープできていたお餅の数を、うん、計測します、うん、さらに、うん、今回は、うん、なんとね、最後のチャレンジということで、はい、お餅の袋を開けることができるそうです、うん、よかった、嬉しい。それで高評価50個ごとに2つ、あ、これもうもう開けれる、全部開ける、全部開けちゃっていい、全部開けてた全部開けてよくなりました。なんかやる人以外が開けて、開けて、okay、お手伝いという形で、う、3人がかりで調理して、そう、大切なことがあります、はい、そしてそのお餅はちゃんと私たちお餅が番組終了後に食べさせていただきます。食べます。では先週の様子をどうぞどうぞ。はい、スタート。これ倒したら終わり、意外に難しいもんね。いや、袋を持つの難しそうだね。袋がさ、後ろもさ、なんだろう、重なってる部分でバランスが取れなくなってくんだろうね。え、てかさ、今まで全部角持ちでやってんだよね。うん、ちょっと大丈夫かな、超えてるかな。ようやく、どうだろう。よーい、スタート。角持ちで、うん、袋なしだったら結構いい、いけそう、いいところまで、うんうん、え、でも意外に難しいんだけど、意外にいけちゃう、角持ちだと。いや、袋でだって袋なかったらだいぶ本当に変わるよ。確かに、袋なかったら、うん、え、結構変わる。え、うん、でもね、袋ツルツルのところとね、デコボコしてるところうまくやれば、えー、すごい、そんな、うん、確かに夢めっちゃ言ってたよね。わ、上手だったスタート。サイか、サイも上手だった。サイも上手だった。ひなのめっちゃ静かだな。あと、うわ、斜めって、あー、怖い、これ触れたくない、こういうの。ねえ、無理。でも、むずい。
目になってたのに、ね、回ってんのやばいね。え、すごい。結果なんと私のチャレンジなんと OK になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは私なんと13個積み上げてしまいました。やった、すごいね。ありがとうございます。いや、よく頑張ったよ。ね、ちょっとかすみみたいに、ね、ならないようにみんな気をつけてください。頑張ります。ちょっと最後に欲張らないよ、ね、欲張りすぎず、過ぎない、もう乗せたいけど欲張りすぎていい感じにね、はい、そう、だからスローでね、ちょっと VR 判定でしたね。はい、はい、じゃあそれではね、皆さんが高評価していただいた数を確認したいと思います。お願いします。お願いします。結構ね、難しいです。安定した。
マカロンに見えるって。確かに斜めるこれ。そうだね、ちっちゃくて可愛い。頑張るゆなちゃん。1分意外に長いよね、短いから。30秒経過です。いけるいける、落ち着け落ち着け、大丈夫、落ち着け、落ち着け。ねえ、これさ、うん、なんか平らじゃないから倒れちゃう。大丈夫、落ち着け落ち着け。待って、もうここからダメだもん。9、8、いけるいける、あと見つけ見つけ、あと3つ押さえて、押さえて、いけるいける、もう一回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 、いける、もう一回。どうだこれ、まだ分かんない、まだ分かんないよね。まだ分かんない、まだ分かんない、最後の多分1個はもう時間経ってからだったですよね。よし、じゃあ何個だったんだろう、何個だったの、結果何個だったんだろう。多分ここだった8、これだよね、8、おっ8個、まだいけるよ、まだいける、あと任せた、任しといて、ほんまに。まだダメ、ちょっと餅選んでやった方がいいな。分かった。いや、みんないい餅よろしくお願い。いい餅選ぼう。いい餅。平らの餅選ぼう。大丈夫だよ。これダメだ。これダメ。もうダメ。これ。これなんか出っ張ってるからダメ。今ね。これもダメ。じゃあちょっとね。うん。こう。どう。キモい。やばいこれ。あ、でも大丈夫。あと30個お願いね。分かった。あずちょっと任せた。はい。じゃあ行きますよ。ヤギあずきちゃんの餅積みチャレンジ、よーい、スタート。頑張れ、大丈夫、落ち着いて落ち着いて、あと30個だけど落ち着いてね。もちろん落ち着いてね、頑張れ。これちゃんとし、あの選んでくれてる。あずならいける、あずならいける、あずならいけるよ。うわ、いいね。いけんじゃないこれ。いけんじゃない、いけんじゃない、いけんじゃない、あと30個だからね。あと10個ぐらいかな。なんかさ、あ、20個ぐらいか、大丈夫だよ。して、あと大丈夫だよ。あと20個。いけいけいける。30ないので、これ全部積み切れたら OK ですよ、ね。あ、だって。お。ちょっと待って。ちょっと待ってよ。大丈夫、ちょっと落ち着く、落ち着く。まだまだまだ。止まってくれない、ちょっと。ちょっと。じゃあ10秒前。9。8、7、大丈夫、5秒前、4、3、いやちょっと待って、ダメだ、いやー、30分いけたかな、これどう、30個あるんじゃない、これあるんじゃない、あるんじゃない、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、まあ20個あるかも。3個です。3個でした。どんな感じでかな、チャレンジ成功したかな、これ。あれ成功かもしれない、成功かもしれない、ただまだわかんない、まだわかんない、でもなんかたまにすごい餅あったね。でしょ、すごいデコボコのやつある、ここら辺とか、ね、デコボコなの、難しかった。ちょっとその子のおかげ、結果を確認しましょう。結果は、はい、正確には何だったんだっけ、わかんない、ゆな 8? 8と3、はい、じゃーん、じゃーん、私が8で足したら、足して11なので54個です。あれ何個チャレンジだっけ、80個。おお。ナイスチャレンジ、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 うん、頑張って、ね、頑張ったね、頑、伸びしろあるね、伸びしろある、まだ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 伸びしろあるね、うん、大丈夫、はい、じゃあこんな感じで。ということで、ね、今週のチャレンジ結果はなんと54個、うん、54個だったので、なんとクリアならずです。悲しい、悲しい、はい、じゃあね、こんな感じで、うん、あ、じゃあ次回のチャレンジ、もうね、うん、忘れよ、これ一回忘れ、次、次行こう、はい、お待ち撤収、お待ち撤収、これ美味しいからね、絶対、じゃあ後でいただきましょう、はい、うん、あ、この回ってることすごい忘れてた、ずっとこうやって押さ
さえてた。ずっと回ってんの。それでめっちゃ忘れてた。ねえ、忘れちゃったよ、はい、本当に。次回はアジア国旗ラテチャレンジになります。おお。はい、なのでね、こちらの挑戦ももちろん皆さんの力が必要になってきます。はい、今回は皆さんが1週間で一発ルームを X でポストした数をそう測定しますので、なのでヤフーリアルタイム検索での結果となりますので、はい、皆さんぜひたくさんお願いします。 X にポスト、はい、じゃあヒントがこちらになります。この中に100で国旗がカラーになって、200で国名の文字数が表示されて、300から100ごとにヒントが追加されます。はい、これはね、予習が結構できるチャレンジ。アジアだもんね。アジアどれだけあるか知ってる。まあそうだね。アジアが一番広いんだよね。そうなの。そうね。そう、まあ確かに。でも全部世界じゃないよ。まあでもユナはちなみに、意外と知ってる。やった。でもあるも習ってた。習るよね。どう、あとも習った。国旗は。でも、予習頑張ります。記憶も確かに。予習すればいけるやつだから、みんな予習も頑張って、皆さんもハッシュタグ一発ルームでのポストお願いします。お願いします。助けてください。はい、じゃあこれにて以上一発チャレンジでした。ありがとうございます。はい、じゃああっという間のエンディングとなっています。なってしまいました。はい、じゃあここでお知らせを何点かしたいと思います。はい、何点か。1点です。1点でした。あ、1点か。1点です。そうか。はい、冒頭にもお知らせしたんですけど、そこに未来は歩く公園が2月4日に初日を迎えます。研究生みんなで、17期さんと18期みんなで頑張っているので、皆さんよろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ詳しい情報は AKB48 オフィシャルサイトでご確認お願いします。お願いします。それでは最後にランキング読みたいと思います。はい、はい、読んじゃいます。楽しみです。おめでとう。ありがとうございます。痛すぎる。ぜひぜひ。はい、はい、13位からいきます。はい、せーの、13位、太郎くんさん、ありがとうございます。せーの、12位、ペンギンヒップさん、ありがとうございます。せーの、11位、大野貴文さん、ありがとうございます。せーの、10位、大輔さん、ありがとうございます。せーの、9位、ケンイチさん、ありがとうございます。せーの、8位、カエさん、ありがとうございました。せーの、7位、ネタロンさん、ありがとうございます。せーの、6位、ユイトさん、ありがとうございます。せーの、5位、関根さん、ありがとうございます。せーの、4位、安住ハート抱かれたジラッチさん、ありがとうございます。せーの、3位、アイアイさん、ありがとうございます。せーの、2位、マユさん、ありがとうございます。せーの、1位、ナーラブさん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日の番組は以上となります。今日はどうだったですか？なんか不思議な感じがした。初めて。そんなことない。いや、そんなことはなさそうだけど、まあ、確かにないか。なんか初めてな気持ち、うん、ね。でも楽しかった。楽しかった。平和だった。平和だね。あったかかった、ね、なんか雲の上にいられた。わかる。ゆうみが連れてってくれる。雲の上に行っちゃう。いつもいるから雲の上に。確かに。今日連れてってもらった。連れてってもらってすごいいい気持ちで一発ルームできること。ほのぼのチャンネル。ほのぼのチャンネル。確かに。めっちゃ今日ほのぼのチャンネルでした。楽しかった。はい。じゃあね、や
っぱ餅積みがねちょっと失敗しちゃったから、うん、ちょっと来週ね、うん、国旗頑張って頑張りましょう。頑張ろう。次週のメンバーに託しちゃいます。託しちゃいます。はい、じゃあ次週のメンバーを発表したいと思います。はい、久保ひなのちゃん、山口ゆいちゃん、そして来週もあずが出演します。はい、頑張って頑張る。予習してやばい、予習できたんだ。短いでも頑張る。ちなみにさっきのヒント、ハッシュタグつけた一発ルームです。ハッシュ、はい、皆さん絶対ハッシュタグ一発ルームでお願いします。お願いします。はい、じゃあ配信を見逃さないためにも、にぎれのハートボタンをぜひお願いします。押してください。押して。はい、それでは、ですけど、うん、以上18、もう一回いけるね、せーの、以上以上、以上って言うね、じゃあ、いくよ、せーの、以上 AKB48 18期